オースピレのチャンピオン、どうもインゲンです。さて、今回僕が使いたいのは、最近ショート動画で投稿したシンプルビーム置き土産ラティオス。本当に決まるんかな？まあ、ちょっと半信半疑ですけど、このシンプルビームラティオスからゴチルにつなぐという流れをやりたいというパーティーです。まあ、ただこのゴチルゼル、相手の悪タイプに対して全く打点がないポケモンということで、まあ、相手のパーティーの中だとバンギラスに本当に何もできないんですよね。ということで、まあ、バンギラスみたいな、まあ、イベルタルとかもですけど、悪タイプのポケモン絶対来るなという、この上2体の圧力。もうこの上2体でね、それを強く強くアピールすると。でも悪タイプが来ないようにしてゴチルゼルを通すというパーティーですね。これバンギが絶対来ないっていう前提で若者も裏に置いて、もうゴチルゼル1体だけのパーティーにしてもいいけど、アタッカーやりすぎかな。もちろん置きに行くならゼルネアスとかね、そういうポケモン出しても良さそうですけどね。まあ、一応普通にゼルネアス置いとくか。まあ、基本的にはラティゴチルを成功させたいというパーティーですね。まあ、ゴチルが最悪バンギーで止められちゃったら、まあ、バンギーをそのままゼルネアスで起点にしに行くと、そういう想定で動きましょう。よろしくお願いします。ロトムか、なんだろうこれ、高校トリックとか。いやーこれボルトチェンジ持ってるポケモンはゴチルでキャッチできないんだよな。なんか流星群で早期突破狙っちゃうのもありっちゃありだけど、まあでもここ引いてくる可能性も十分あるな。ラッキーバンギっていう特殊にね強いポケモン相手裏にめっちゃいるし、なんならホウボウとかまでねいるんで、むちゃくちゃ特殊アタッカーに対して殺意マシマシのパーティーを組んできてるんで、お相手もうロトムでいさって来ないかも。シンプルビームをしとく。まあ、普通アタッカーだしね。あ、ボルチェン、はい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 、オッケーオッケーオッケー、スカーフでしたね。じゃあこのボルチェンを見てからシンプルビームが入ると。さて誰に入るやら楽しみですね。ホウオウ、はいはいはい、再生力なくなりました。シンプルビームいいですよ。で再生力が単純になる。単純は能力変化のね、あの増減量が倍になるという特性なんですが、ここで置き土産をすることで鳳凰は特攻と特防が4段階ずつ下がると。どういうこと？そういう戦術です。あ、鳳凰居座ってきてますね。はい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 、ではさらば。ガクーンとっていう表示なかなか見ないよね。いやレアなもん見れました。はい、ブレイブバード、もう気づいた時には時すでにお寿司です。やった。いやこれでバンギーなければもう勝ちですね。早っ、試合終わるの。ほな悠々とコスモパワー積みます。え、相手遅すぎない？なんだそれ。え、んゴチルよりこんなに遅い方法ってある？吹き飛ばし。ねえ、そういうことがやりたかったんじゃないんですけど。なんか急に無理な雰囲気漂ってきた。嘘でしょ、どうせ吹き飛ばし連打だから雷でまひらせたろうかな。どうせ吹き飛ばし打ってんでしょあなた、知ってんだから。あ、まひしない。はい、これ一生吹き飛ばしされますけど、まあでもいいのか、相手吹き飛ばししてるだけだったらまあ起点にはならないけど、ほぼはただ倒されていく一方だからな。ん？待って、挑発悪くね？自己再生、あーは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 ー、あれ待って、挑発ある、このポケモン完全に忘れてた。そうか、吹き飛ばしを見て挑発すればいいんだ。あほな再度宴を始めましょうか。そんな攻撃、そんな攻撃程度で傷つくポケモンじゃないですよ。こっから6段階こっちが積むまでそこで見といてください。ほうおうさんは、あとはコスモパワー、コスモパワー挑発、コスモパワー、コスモパワー、コスモパワー挑発を繰り返すだけなんで、まあとりあえずまあ早送りなりカットなりしましょうか。どうぞ。鉱山が選ばれました。よかった。吹き飛ばしやばいなと思ったけど、よく考えれば挑発ね、吹き飛ばしは必ず高校になってしまう技なんで、挑発を先制で打ててしまうんですよね、挑発が切れた後もね。ということでお相手が詰んでしまいました。ありがとうございました。あー、決まるときは決まるな。特攻攻撃がガクンと下がったっておもろいですね。なかなか見ない表示なんで、もうちょいやりましょう。はい、対戦相手見つかり、すごい近電1
匹だ。珍しい。この前の弱かった統一の時の僕みたいなことやってますが、ああ珍しいですね。依然としてゴチルで起点にできなさそうなのはバンギは当然なんですが、同様にヒートロトムはボルトチェンジがあるからダメで、ガラガラももちろん火力的にも受けられないし、ゴーストタイプなので影踏みが通用せずにダメということで、今回はゴチルとの相性はよろしくなさげ。かといってこちらのザシアも全く通らない。ゼルネアスを通せと言われているような、そういう流れですね。とはいえ骨ブーメラの存在を考えると身代わり若者もが安定するとも言いづらく、なかなか突破口を見つけるのが難しいですが、あでもゴチルゼルネ、いやなんかさっきからこの戦術しかしてない。このパーティーにおいてこの動きめちゃくちゃ優秀なんだな。ゴチルが通せそうだったらゴチル通すし、ゼルネが通せそうだったらゼルネ通すしっていう、その流れができるのが非常に動きやすいんでしょうね。置き土産した後にどっちの起点にするか考えれるからね。ガラガラ、はい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 、ガラガラであればこれはもうシンプルビームから置き土産やるか。もちろん流星群ですっ飛ばしてもいいけど、まあ、シンプルビームかな。相手のバックも考えたら効かない。はいはいはい、一応相手は有利対面だと思ってる。石頭、え平井心じゃないの。しかも相手まあまあ順位あったと思ったんだけどな。普通に4桁ではあったはずなんだよな。全然5桁とかじゃなかったはず。じゃあ置き土産するけど、あははダイマ、なるほど、ダイマの追加効果の2段階上昇を使おうと思ったのか。なるほどねあそれは頭いいかもしれない。ダイアースとかでね、特防2段階上がりますからね。あでも今回ダイアースではないのか、ダイナックルとかしに来たのかな、このダイマは。まあただ置き土産をすると追加効果も発動しません。残念でしたね、はい、4段階下がりますすごい面白いな。ダイナックルですね。はいはいはい、これで A2 段階上げようと。なかなか起点が効いてますね。ただ、まあ、これはさすがにゴチルはダメですね。ゼルネアスから行かざるを得ないんですけど、まあ、ゼルネアスでもなかなか起点にしづらいポケモンが相手ですけど、これにて余裕で起点にできそうです。まあ大フォローが痛くないといえば嘘になるんですけど、なんなら4段階下がったところを見たし、一回身代わり張っちゃうのもいいのかな。ダイマカラシも兼ねて一回身代わってみる。コアさんが選べます。早っ。1ターンです。え、2ターンか。2ターンしかゲームやってない。短っ。今回の動画何試合収録できるんだって話なんですけどね。短っ。実はこの裏で結構ロングゲームやったりもしてるんですけど。はい、対戦相手見つかりました。あはははなんかもうさ、いかにもって感じのパーティーですね。なんかいかにもじゃない？こういう相手には、そうだな。相手のロンゲ先発とか考えたらトドゼルが行きたいんですけど、ロンゲ先発のパターンと、デンチラ先発のパターン、相手2つありそうですよね。どっちで来てるか。ザシアン重く見てたらデンチラだし、それ以外重く見てたら、まあ、ロンゲを連れてきてるのかな。ただロンゲはこっち上2体がフェリーなの見てるから、ちょっと出てきづらいか。デンチラの可能性の方が高いかな。という推理をしたので、ラティオスから入ります。裏なんですが、結局いつものゼルネゴチル？まあ、なんか、悪くなさそう。ザシアンゴチルとかやっちゃうと、相手のズガドーンの一環やばくて、とんでもないことになりそうなんで。まあ、やっぱゼルネは必要なんだな。皆さん、他のポケモンが見たい方は、ちょっとごめんなさい。今回はもう、基本戦術がこれだわ。一生これやってるこの手に限る。なんかあれだな、格ゲーの一つの強い技こすり続ける動画を見てるみたいだあ、これ単純にしちゃえばマルチスケール潰せるってこと。あ、でも単純にしちゃったら瞑想が2段階ずつ積まれていくってことそれはそれでな。どうしよう、これ何を先決とすればいいか分かんない。電磁波から入っちゃうか。ルギアは割とね、ゆっくりゲームやらせてもらえそうだし。わあ、そんなことなかったです。ああ、すぐ攻めてきてる。あ、結構こっちがアタッカーにね、なりがちなポケモンですからね。アタッカーラティオスを想定して、初手だ、今。なかなか意表ついてきますね。結構、じっくりロングゲームやってきそうな。パーティーなのに初手ダイマっていう。まあなんかちょっと前まで僕が動画でやってた、初手ダイマルナーラとか、初手ダイマジガルデとか、そういうところに通ずるものが
これはでかいですよ。諸田で駆動。ほな、シンプル置き土産やるか。まあ、ヒってくれたし。まあ、大ジェットでそれは2段階上がっちゃうかもしれないけど。マルチスケールがなくなるならそれでいっか。これはちょっと気の毒ですね。でもお相手単純になったから素早さが2段階上がるっていう甘い蜜に寄せられて引かないんじゃないんです、ここ。よっしゃ、来た来た。あ、でもこれはちょっとね、ゴチルは入、ゴチルから入れないな。うん、っていうのも相手多分普通に瞑想とか持ってるのが基本なんで、ルギアにとって瞑想ルギアのことを想定すると、あの瞑想が4段階ずつ積まれていって特防が死ぬほど上がっていくんですよね。特防が死ぬほど上がっていくとこちらアシストパワーじゃ倒せなくなって、結局あの TOD になって2対3で負けちゃうので、まあ、それを防ぐためにゼルネアスで行くしかないという。ここ身代わりせずにジオコンから入ります。あのすぐロンゲ引きからの挑発っていう筋の負け筋を狙え、負け筋を潰すために、はい。相手は引かないのか、なんだ、起点になってもいいのか。4段階下げられてますよ、あなた。電磁波とか持ってて、みたいなこと？でも電磁波とか持ってるルギアは初手代も絶対しないんだよな。あんまりです。これはちょっとあんまりよね。まあ、ただお相手諦めてませんが、もうマルチスケールもないし、4段階下がってるし、めちゃくちゃよ。自己再生してる。あー、もうなんか、諦めムードですか。なんかそんな感じ、そんな雰囲気を感じる。ほな、じゃあ、ゼルネアスで、イージーゲームを、見ていただきましょう。マルチスケールなんてなんか、マルチスケールなくても受かるんだ。まあでも結局ね、4段階向こう下がってて、こっち2段階特防上がってるんで、エアロブラストが何回当たろうが、もう身代わりは壊れないでしょうね。はい。いや、こうなってしまうともう止まりませんよ。はい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 。結構、その、シンプルビームって、シンプルビームをした後にすぐ引かれちゃったりするパターン多いのかなって思ったんですけど、初手ダイマ誘いやすいっていうのがいいとこですね。シンプルビーム見たらそれで火力というか能力上昇をやりたくなっちゃうし、それだけじゃなくて、ラティオスがそもそもアタッカーっぽいイメージだから、初手ダイマで打ち合いに強く出ようっていうのを誘いやすいポケモンでもある。こうメガネとかいますからね、ラティオスは。はい、対戦で見つかりました。よろしくお願いします。うわ、もうこれ絶対ゴチルいけないじゃん。トンボ返り持ちが2体で、影踏み効かないゴースト1体で、アクタイプ1体でしょ。もう一生ゴチル出せない、こんなん。ここまでゴチル全試合、ほぼ全試合だよな。うん、全試合選出してきたんですけど、初めてゴチルなしで頑張らないといけない試合になりそうですね。ゼルネは通ってる。うん、このゼルネを何としてでも通したいんですが、別ルートもちょっと考えてみましょうか。例えばワカシャモ、今回ワカシャモいいな。ラティオスで起点作ってワカシャモにつないで、ワカシャモが素早さ上昇させて、まあ余裕があればビルド、まあビルド今回 A 上昇はゼルネアスにとってはいらないんですけど、 B 上昇を引き継ぎつつ S を上げて、でゼルネアスにそれをバトンで渡してあげると、で安全に降臨させてあげるっていうのが決まると美味しそう。バドから、まあ今回バドにはもう電磁波からというふうに心に決めているので、電磁波から入ります。電磁波入れておくといいですね。初手のごまかしがかなり効くんで、とっても動きやすい。はい、じゃあ電磁波から置き土産があるんで、自主退場できることによって相手のあれ稲泣きが発動しないのも偉い。当然アストラルビット相手にとってはもう超有利タイムですからね。ただタスキで耐えて電磁波が飛んでくるという相手のバドにとっては結構きつい展開です。電磁波素晴らしい。ラティオス早いですからね。スカーフバドでも麻痺が入ってしまえば計算してないけど、まあこっちが上でしょう。まああとは稲垣が発動される前にさっさと退散しましょうかね。ほなさよなら。いやでもこれはさすがにあれかな、あの若者もではないかな、場面的に。ガテが全て動けない、まあまあこれはいらないですけど、やっぱここは一回ゼルネアス出さないとダメだろうな。はい、ゼルネアスいきます。でまあ相手の能力が下がってるのをいいことに、ここでジオコン積んで全抜き狙うという形にしましょうかね。はい、えなんか引いてない、マジなんで。さすがに置き土産見たら
バドは引かないといけなさそうですけどね。ここ相手も引けないのか、引きたいけど引けないのか、状況的に引いたところで結局ジオコンの起点になりますしという話ですね。ビットじゃん。もうじゃあスカーフっぽいですね。余裕、大丈夫すぎる。ダメージ的に 51? じゃあ身代わり耐えるわ。身代わります。まあちょっと乱数かもしれないけど、でもここ身代わりするメリットの方がでかい。いやーこれは後ろにナットレイがいても身代わりを残せれば大丈夫。素晴らしい。はい、ムーホいきます。ワドリックス引っ込めた。いやもう遅いぞ、ナットレイもう遅いぞ。多分こっちがもう一回ジオコン積むって思ったんだろうな。はい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 、っていうかまあそこに勝ち筋見出したんだろうな。もうここのジオコンに合わせてナットレイ出して、もうナットレイでゴリ押すしかないっていう判断なんでしょうね。いやーもうこっちはすぐ攻撃に転じます。なんかわからんでもないな、その行動は。でもジオコン1回ぐらいだったらナットレイ受かっちゃうから、そのこっちがジオコン2回したいっていう想定で立ち回るみたいなのはまあなんかわかるっちゃわかるが、さすがにここはタイミングが悪かったですね。お相手はもう止まりません。相手がだからナットレイとかから入ってくるような展開であれば、若者もで身代わりをするというところから入ればよかったんで、やっぱ置き土産した後どっちから入るかを相手によって選べるっていうのがすごくでっかいですね。使っていて感じます。ここ大魔切ったら耐えられる可能性あったかな。いや、ちょっと迂闊だったかもしれない。大魔切ったら相手がね、ムーンフォースじゃ足りなかったかもしれないから、ここ大フェアリーが正解だったかも。いや、ちょっと普通にもう勝ったと思って気が緩んでました。すいません。今度こそここはちゃんと大魔切ります。大フェアリーでも大サンダーでも実は火力ほぼ一緒なんですけど、まあ、大フェアリーでいいや。まあ相手も大魔切ってくるでしょうが、まあ、例えばですけど仮に大ジェットとか撃たれたとしても、まあ、素早さ1段階上昇じゃ抜けないんじゃないかな。いや抜けるか。え、どうだっけ。今回 S100 振りなんですけど、 S100 振りゼル目安の2段階上昇、1上昇あれ抜けてたっけ。結構そのいろんな相手を仮想的にしていろいろ調整をしたんですけど、エースバーンのラインは完全に覚えてないです。え、どうだったっけこれ。まだエースバーンのライン次第では怪しいか。火球、あーもうこれ一発で倒しきる方にかけてんのか。あぶねあぶねギリギリ耐えてる。まあ勝ちですね。よかった。ちなみに一発目は大フェアリーでも大サンダーでもそんな火力変わんないです。おさん、はい、対戦ありがとうございました。まあなんかなんだかんだちょっと最後ヒヤッとしましたけど、やっぱ一回こういう展開作れちゃうと強いよな、ゼルネアスは。はい、今回の戦績は何勝何敗だっけ、ちょっと編集で出てると思いますが、右下のこれです。で、今回のぶっちゃけ感想のコーナーなんですけど、まあぶっちゃけシンプルビームは別にそんなにかなそんなにあって嬉しい技かなっていうぐらいの印象でした。はい、まあ、基本電磁波から置き土産でいいって感じですね。タスキ電磁波からの置き土産はラティオスの元の方のイメージも相まって、あの相手はなかなか想定できない場面が多かったみたいで非常に良かったです。相手が特性に頼った強さを持ってるポケモンとかはシンプルビームが刺さる機会もありましたけども、まあ、けど今はあんまりその特性ありきのポケモンって少ないのかな。特にその出た時に成立してしまう特性とかもあるんで、海洋ガのアメフラシとかね、そういう強力な特性を打ち消すことに強みがあるっていう場面は少なかったかな。シンプルビームを打ってから置き土産が通用するかどうかは、まあ、正直初見の人に刺さるっていうぐらいの程度の話だったと思います。シンプルビーム置き土産を知っていたらシンプルビーム見た瞬間に置き土産受けてもいいかなっていうポケモンに引くだけなんで、もちろん相手がそういう戦術をできていないこともあって、もう後ろに引いたとしても置き土産食らっちゃったらゴチルの起点になっちゃうから、もうなんか全然引くっていう選択肢もないし、シンプルビーム食らった時点で相当厳しいわっていう相手もまあ中にはいたんですけど、まあ、客観的に見て、いや相手ここ引けたな、多分置き土産シンプルビーム置き土産を知らなかったんだろうなっていう場面も、まあ、中にはあったので、まあ、初見に刺さるという程度だったかな。電磁波置き土産だけうまいこといつものラティオスに入れて運用してあげるっていうので十分かと思います。まあ、でもあの楽しかったです
強いとか有用とかね、もちろんそれも大事な話です。大事な話なんですけど、ただ今僕はポケモン界隈は本当になんか強さ至上主義というか、その強さっていうものを神格化しすぎてるなって僕はすごく思ってて、個々人が楽しければいいじゃんって僕は思ってる人なので、もちろん強いこともとっても大事。まあただ強いだけを追い求めるなら、そもそもポケモンとかパーティーを強いパーティーにすればいいだけの話なんで、ザシアンクロバドみたいなね、パーティーをその使えばいいってなっちゃうじゃないですか。まあ、そういう意味では楽しさっていうバロメーターも一つすごく大事だと思うんですけど、そういう楽しさっていう意味ではものすごく楽しかったです。はい。まあただオリジナルで面白い方を使いたいけど上位帯でも勝ちたいっていう人は、まあシンプルビームは入れない方がいいです。はい。これ、まあこれが僕のぶっちゃけ感想でした。まああと久々にゴッチルゼル使ったんですけど、めっちゃ久々ですね。使った感想としては今ちょっと厳しいなって感じましたね。ほとんどゴチルゼルが活躍する試合がなくて、この動画でもあんまり採用できてないかな、そういう試合。ゴーストタイプとか悪タイプとかは選出誘導でなんとかなるにしても、ボルチェントンボ返りクイックターンあたりってもうケアできないんで、どうしてもそういうのを持ってるポケモンと対面してしまった時に本当にどうしようもないし、なんならそのコスモパワーよりも速い速度で積んでいける剣の舞とか持ってるポケモンもいるし、まあザシアンの話なんですけど、やっぱ海洋ガンの潮吹きとかも含め、やっぱり火力もインフレ傾向にあるんで、ゆっくり積んでいくポケモンっていうのは火力がインフレ傾向にある今、なかなか扱いが難しいなというふうに思いました。本当にもうパーティーとしての完成度がめちゃくちゃ高い中に、もうパーツとして1匹入れるならまあわかるんですけど、とりあえずパーティーに空いてる1枠に刺してランクマッチで勝率が高くなるようなポケモンではないですね。まああとはゼルネアスがとにかく強かったです。はい。まあこれは言うまでもないんですが、まあそらそうよねという結果でしたね。ラティオスが非常に起点作成頑張ってくれたので、やっぱり相手の能力を下げて起点を作れたっていうタイミングで出す時に一番強かったのはこのポケモンでしたね。はい。ということでここまでご視聴ありがとうございました。動画内で触れてなかったんですけど、光る守りを持っていないにもかかわらず、ダイマックスアドベンチャーで、その、色違いラティオスが出てくれまして、というのも、まあこれ、冠の雪原が実装されてすぐに捕まえたラティオスなんで、めちゃくちゃ前の話なんですけど、それって。まあでもそれ以降僕、ラティオス一回も実は使ってなかったんですよね。うわ、色違いだ、嬉しいって言いつつ、一度もラティオス使ったことないなと思って、そんなね、風に思ってたところに、ショートでラティオスいいよっていうね、紹介を受けて、ああ、面白い。やっと色違いラティオスが使えるっていう風に思って、まあ今回使うに至ったんですけども、使ってみて、ラティオスやっぱ好きだなって思いましたね。もちろん僕、前々から言ってる通り、応援地方が好きなのもあるんですけど、やっぱ僕ポケモン映画で一番好きなのが水の都の守り神ラティアスとラティアスで、もう何回も見てるんですよ。もう本当に大好きで、もうなんかね、ラティオスが置き土産っていう技を覚えていることになんかすごく意味を感じるというか、あの映画見てる人にとってラティオスの置き土産って、あ、そういうってなんかなりません？なんかっていうのもあって、すごくこう切なくなりながらも、でもやっぱラティオスかっこいいな、大好きだなって、そういうポケモンでもあるんですけど、なんかもっと今後使ってあげたいなと思いましたね。今まであんまり使う機会がなかった分、もう普通のねアタッカー型とかでもいいんで、パーティーのパーツとして入りそうな時はどんどん採用してあげたいなというふうに感じました。まあ、どうしてもやっぱり環境的にそのザシアンクロバドみたいな並び両方勝てないし、まあなんならニチネクとかゼルネアスとか、まあカイオガにも有利ではないですよね。まあイベルもそうかっていう感じで、大半の禁止伝説に不利を取ってしまっているので、まあその動きにくいというか、もう採用率が低くて当然だなという境遇ではあります。ラティオス頑張ってほしいけどね。個人的にはこの地面に映ってる影が分かりますか？このラティオスの影の形、すげえいいなって思いますね。本当になんかジェット機みたいな形の影ですよね。うわ、かっこいいっていう風に思いながら、ああ、ラティオスの影ってそういえば映画で、ああ、みたいな。またエモエモになっちゃった。うわー、え、話しかけた時の挙動すご、え、かわいい、めっちゃはしゃぐじゃん。しかも笑ってる。かわいい。なんだっけ、秘密の花園だっけ、アルトマーレのね、ラティオス、ラティアスと、まあ、カノンと、おじさんだけが知ってる、あの場所。あの場所で見せてくれたラティオスの笑顔にすごく近いものを感じる。うわぁ。ちょっと待って。ダメ。今僕、なんか、すごい、大量のエモを摂取してしまって、語彙がなくなった人。いや、無理。やばい。いや、これは、やばいですね。無理だな、ちょっと。エモいですね。はい、ということで、作詞家とかのお仕事もしてるんですけど、あるまじき語彙を。
お見せしたところで今回は終わりたいと思います。はい、ということで今回はね、万人にお勧めできるようなポケモンではなかったかもしれませんが、なかなか普段見れないバトルができて新鮮で楽しかったですね。動画面白かったと思っていただけたら、高評価とかチャンネル登録とかコメントとかね、概要欄の中から SNS のフォローとかもろもろお待ちしております。楽しみにしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はエンゲンでした。バイバイ。